ボローニャの日本代表 DF、冨安健洋は、現地時間3に行われたセリエ A 第29節のインテル戦に、先発、バシタが、負傷のため前半途中に交代を余儀なくされた。シニシャ、ミハイロビッチ監督は、本代表での起用法にも不満を漏らしている、シーズンの冨安健洋はダゾーンで、いつでもどこでも、単視聴。1ヶ月無料を試し実施中、首位インテル迎えた一戦に、右サイドバックで先発した冨安だが、足の筋肉を痛めた様子で、前半34分に交代なった。試合は、その直前のロメル・ルカクのルで先制していたインテルが1-0で勝利を得ている。ミハイロビッチ監督は、試合後にリア・スカイのインタビューに答え、冨安の負についてもコメント。日本代表が14-0の歴史的勝ちを飾ったカタールワールドカップアジ二次予選のモンゴル戦に冨安が起用された子に不満な様子を見せた。14-0で勝てる試合にと安をプレーさせるなんて何の意味があるだ。あちらの事情もある程度は尊重するし、私代表監督をやったことはあるが何の必要があるのか。長旅も強いられ、代償を支払わされる、は、いつもクラブの監督だとミハイロビッチ、ただしは語っている。冨安は25日に行われた、韓国代との国際親善試合に先発フル出場。30日のモンル戦にも先発し、71分に交代するまでプレー、し、いた。負傷の程度については、今後の検査結果、待つ必要があるが、守備の複数ポジションで用できる主力選手として監督からの信頼も冨安が離脱すればボローニャにとっては機内痛手となる。両